オタワにあるローラ・セコードの銅像、ローラ・セコードは、米英戦争で功績を称えられた、カナダの王党派女性である。カナダのポール・リビアとも言われている。ローラは1775年に、当時は、イギリスの植民地であった、アメリカ合衆国マサチューセッツ州グレート・バーリントンで、生まれた。ローラの父、トマス・イン・ガーソルは、アメリカ独立戦争の後で苦境に立ち、 1795年に家族ごとカナダに移住した。ローラは1797年に王統派のジェームズ・セコードと結婚した。セコードはバトラーズ・レンジャーズの士官の息子であった。ジェームズ・セコードとローラはアッパーカナダのクイーンストンに住み、インガーソル家は今日のオンタリオ州、インガーソルの開拓地に入った。1812年10月13日、ジェームズ・セコードは 米戦争の初期の戦闘、クイーンストンハイツの戦いで負傷した。1813年6月、アメリカ軍が再びアッパーカナダに侵攻してきて、セコードの家はアメリカ軍主官の宿舎に徴用された。ローラは主官たちの話から、アメリカ軍がビーバーダムズにいるジェームズ・フィッツ・ギボン中尉率いるイギリス軍を吸収する作戦を知った。その作戦が成功すれば、 ナイアガラ半島はアメリカ軍の支配下に入ってしまうものであった。ローラの夫はまだ傷が見えていなかったので、ローラ自身がフィッツ・ギボン注意に急を知らせることにした。ローラはクイーンストン・オトホで出て、セント・デイビッド、ホーマー、セント・キャサリンズの町々及びナイアガラ断崖のショートヒルズを通って、同盟インディアンの宿営地に着き、 そこからはインディアンの案内でフィッツ・ギボンの本部へ導かれた。ローラの歩いた距離は約3 2トルにもなった。イギリス軍の小さな部隊ともホーク族インディアン戦士の大きな派遣部隊でアメリカ軍の攻撃に対する備えをし、その結果で起こったビーバー・ダムズの戦いではアメリカ軍兵士のほとんど全員を捕虜にすることになった。この逸話がカナダの伝説となった。 古い話では、ローラがアメリカ軍の警ら隊に質問された時の用心に家を離れた言い訳として牛を連れて出たという。また他の話では、隣町のセントデイビッドにいる病人を見舞うふりをして家を出たというが、これはありそうな話である。別の話では、ローラの校庭の一部は裸足で歩いたとか、ナイアガラの断崖を登るのに6時間もかけたという。 ローラ・セコードとジェームズ・フィッツ・ギボンは何年にもわたって政府にこの話を何らかの形で認めてくれるよう請願したが無駄に終わった。1860年になってローラが85歳の時であるが皇太子アルバート・エドワード、後のエドワード7世がカナダを旅行中にローラの逸話を耳にした。ナイアガラの滝近くのチッパワに立ち寄った皇太子は ローラの英雄的な話と年取った未亡人としての窮状に気づかされ、あとに100ポンドの賞金を送った。これがローラの生きているうちに受けた唯一の表彰であった。ローラインガーソルセコードは、チッパは村で93歳で亡くなった。現在、ローラの家はウェランド側の包みにあって今も住居として使われており、ローラを記念する名番が表にある。 ローラと夫のジェームズが通ったホーリートリニティ教会にはその家族のものと共に二人の墓標がある。ローラと夫のジェームズはオンタリオ州ナイアガラホールズのドラモンドヒル墓地に埋葬されており、ランディーズレーンの戦いの記念碑の近くにローラの胸像を乗せた記念碑がある。ナイアガラホールズのランディーズレーン歴史博物館には ローラの家族からコーヒーカップと受け皿が提供され展示してある。クイーンストンの元の家は昔あった間取りで再建され、昔の暖炉も作られた。ローラシーコードモニュメント記事、セコード、ローラ、アクトンフリープレス、1901年6月27日、第3ページ、2段目、題名、ローラセコードを記念する石文アレックスセコード夫妻、 TEM セコード夫妻及びラジェルが土曜日にランディーズレーンに行き、カナダのヒロイン、ローラセコードを記念する印として、そこに建てられた記念碑の除幕式に出席した。記念碑は型の良い花崗岩の柱であり、断面は区形、高さは7フィート、同じ花崗岩の台座に乗っている。3面は研磨され、表面に碑文が刻まれている。柱の前面には、 ヒロインの実物大共像がある。ローラの記憶を今に伝える友人や、子孫の中で出席したのは、コーンウォールフリーホールダーの CW ・ヤングの夫人で、ローラの一番下の娘の娘、アクトンの T ・セコード、アレックス・セコード、イトコイでソロルドの WF ・セコード、孫娘で、トロントのローラ・クラークとゲルフのオーガスタ・スミス、またチ・パワーで長年セコード家の隣に住んでいた。 アンドリューカーの間であった。彼らは皆、ランディーズ霊園歴史協会の会長キャノンベル、牧師によって、この歴史的な場所に集まった多くの人々に紹介された。除幕は、周知事婦人事をダブーロスの手で行われた。この行事は大変大きな興味あるものとなった。ありがとうございます。